採用です。今日は採用でした。前回の012から採用に入りたいと思います、うん、はい、はい。いいかな。はい、お願いします。お願いします。ウォークの鼻息が何に溶けてんの？よかった。コンゴリコすぎて怖いよ、おでんが。すごいね、今年は違いますよ。様子が分かってきた。ここに入ったら最後閉じ込められてしまう。ちょっと無理だ。すいません。無念無想だはずが。いやいや、ちょっと面白い。すごい勢いだね。ちょっともう、いや、これが自分が指導してる教室だったら、これでも仕事なんで、ちょっと個人テストだから笑ってもいいかなって思います。ほんで、あんた面白くて涙出てきちゃった、今。どうせ先生見てなかったし、うん、そうそう、3からどうですか？そうだね、そうしよう。そういう意味で、もういいかと思って。そう。切れて締めてる時に今日のと書いちゃったと思って。そう、ほんと。ああ、ちょっと待って。すごい、なんかそれで笑って涙出ましたよ。こらえてから笑うとすごい涙出ますね。もう息がなくなっちゃいまして。あんた面白いわ。もう笑いは健康の一番のものですから。うん、腹、ここから行きます。はい、もうで面白い。あんた今年の電話さらにパワーアップだね。いいね。楽しいわ。はい、今日はこっちで。半分寄せます。
ちょっと待って、ちょっと今日は面白いで読まっちゃった。思ったわ。いえいえ、はい、もしかすると、はい、まあ、3式4式の時に、はい、あまりにも後ろを向くような気がする。あ、それで視野に、はい、入れる入るぐらいのところで、頭とどめておいた方がいいかもしれない。あまりにもこう、あ、行き過ぎ、行き過ぎるから、こっちがなんかすごい無防備な感覚があって、うんうん、落としてここで行き過ぎてる、うんうん、これからもう、そうか、右手を見て左手を見てみたいに、そんなにがっつり見なくてもいいんですもんね、うん、ただ目が先に行くだけで、うんうんうん、なんかとっても後ろを振り向いてるぐらい向いちゃうけど、でも前に進んでいて敵はこっちにもいるわけ で、ね、あんまり後ろ見すぎちゃいけないんじゃないか、ね、まあ、私もそうやってるのかな、このその、右手と自分の中心ぐらいで目に入んない、右手視界に入ればいいですね。うん、入ります。こうやらなくていいと思う、うん、ここまでがっつりこれくらい、そんなにも見なくていい、うん、見なくても、うん、入ってます、視界入ってるよね、もう敵を見ておく、うんうんうん、ちょっとやってみる。じゃあこの逆もだ、うん、あとにここで私ががっつり見すぎたってことですね、うん、そう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 、こんなに見なくてもいいですよ、うん、とね、うん、これくらい入ります、うん、もうこっちでいいってことですよ、うん、がっつり見てました。そう言うけどさ、あの手を目で追えとか、だけどこっち側に向かって攻撃してるわけじゃん、そうです、うん、これくらいでいいのかような気がする。こっちの動きもなんか、そうですね、なんか右を見て左を見てと同じくらい見てました、うんうん、そんな感じがする、そうですね、うん、そうですね、うん、こっちの敵がおざなりでした、うん、でまあこのね、右手っていうのはさ、この上げ、この枝はあの、うん、構えて実の手になるわけだから、その間はなんかこうちょっとそれ向きすぎる気がするんだよね、まあ、向こうダメでしたですよね、そう気がこれも見すぎなのか、この辺でいいのか、うん、なんかそんな感じがするんだわ、すんごい後ろ向いてんなみたいな、すごい見てました、うん、どれくらいでいいのか、うん、そのぐらいだったらなんとなく多分左目でこっちのさせる、両方行きます、そうそう、そういうこと、そういうこと、視野を広く、うん、ような感じがする、この辺まで、うん、ちょろっと見る、うん、もうこっちの敵を見ておいた方がいいですよね、進行方はこっちですもんね、うん、考えたら、うん、こっちも、うん、これくらい、それ見すぎかも、うん、見すぎ、今ももうちょい首が、首こっち向かなくてもいい、うん、向かなくてもいいぐらいだと思う、私は、うん、あ、ちょっと向かってもいいですか、感覚を覚えたい、うん、
白くらいでいいですか、うん、ちょっともうこっち向いといた方がいい、うん、あ、それだけ左足出すのが遅いのかな、あ、そういうのあるかもね、うん、確認しすぎ、うん、もうその辺でいいんじゃない、首角度そんな後ろまでちょっとちらりと見なくても、あ、そんなに目もそんなにがっつり見なくてもいいわよ、目はでも見る、目は見る、目は見る、目は見るけど、目線ここまで行ったらもう、うん、あと視野に入ってればいいんだよ、入ってればいい、うん、もうこっち向いちゃう、うん、あ、そう、すごい見てました、すごい見てました、だから最初のあの、ちょっとそっちに行ってもらっていいですか、それで、ここからさ、私とかこのぐらいなの、うん、でも、しまちゃんはすごい、こう、あ、こうなって、どうしたっけ、こう、引き込んで、こう、うん、あ、ちょっと待って、こうなって、こうなって、こうなって、あ、そこ分からない、ここがこのぐらい、このぐらいなの、私は。だけど、しまちゃんはこうなって、そうそう、見てます、見てます。これ、おかしくない？そっちから見て、私の。ちょっと向きすぎがない、ちゃんとするよね。正面から見ると。それで、そっからこう来て、だからこっちの方、すごい無防備な感じがする、ね、私が敵だったら、その隙にやりますね。ガンってやりますね。そうでしょ。だから首の視界に入らなくなっちゃうんだ、うんうん、向きすぎると、うんうん。そうか。そうですね。四方八方に敵がいるのに。うん。大きいを見て、落としたら、これくらいでいいのか。うん。なんかそうすると。敵を置いとけばいいんだ。ああ、そうだね。敵を置いとけばいいんだ。そうですね。こうやってもう、うん、あっちにこれ攻めの姿勢ですもんね、あっちの敵の、うん。そう。そのための準備なのに、その右手をずっとそんなに見てる必要がある。そうね、ただこっちになんか誰かいるのみたいな感じで。たまにしてた。ちょっとごめん、トイレ。あ、どうぞ。ちょっと練習してます。あ、どうぞ。中華でってわけわかんなくなる。そう、わかんなくなるね。違うわかんなかったって言う。そう。手を起こしとかなかった。ちょっと三式もやってみて、もう一回丁寧に。ただこの尾骨の、なんか、位置っていうか軸の取り方すごい良くなったよね。うん、意味がわかってきたんです。先生の骨盤は動かないのよとか、これ、その方向と股関節の方向とか考えると、確かにこっち向くなと思って。うん。なんかその辺すごく良くなったような感じがするね。意識性が。がっつり見てました、うん、なんかもうこの辺視野入ってるかも、いい感じがする、敵はこっちに向かって、うん、確かにそっちに今から攻めるんですよ、うん、って考えたら、うん、それでやけに後ろ向いちゃうなと思って、うん、やけに向いてました、多分このノリ、このノリぐらいに見てました、うん、まあ、そうだよ、でもラホちゃんごもさ、なんかこのぐらいにし、そんなのもいなくても、うん、左見えてないよねって話ですよ、ね、まあ、なんていうか、だんだんね、目の使い方がね。そうですね。なんか、初心者の人は絶対そういうふうに見てもらった方がいいけど。なんか、目を見ると首も動いてって、なんかに書いてあった、ね。うん、そうそう。だから首もがっつり動いていいのかなと思ったけれど、うん、がっつり動くと、こっちが見えないなと思って。そう、ね、あの。見なきゃいけないところもあるんじゃない？印象とか。そういうところとか、そうですね。うん、次のところはちょっとずつ修正した方がいいかもしれない。そうそう。本当ですね。面白いですね。半歩寄せからいきます。うん。うん、あ、なんか敵を見てる感じがします、うん、自分の手じゃなくて、あ、見ちゃった、うん、そう そうですね、ここ気をつけた方がいいですね、うんうん、ここで座っとけばいいのかもしれない。今座っとくか。
うん、右肩がもうちょっと出るといいよね、うん、左肩はちゃんと出てるのに、なぜか左肩出てる、あ、こっちが出てない、え、こっちは出てるの、こっち左、そうそうそう、こっちは左手でついてった時はいい感じで、ちょっとクッとこういう感じでずっとついてる時、右がつきが弱いような気がする。こうやって出た後、あ、このひねりがってことですね、このクッが、うん、クが、うん、ちょっと逆の方ができてる、うん、こっちの方がいいね、あ、本当に自然な感じ、左の方がなんか伸ばしやすいかも、うん、あ、それだ、すごい偏ってんですよ最近、すごい偏る感じます、いや、それ左右の違いがそこに来てんのかと思って、うん、今なるほどと思った、うんうん、こっちすごく動く、うん、うん、そうだそうだ、めっちゃ動く、こっちなんかいい利きなのに大したことやってないか、うん、あ、そうなんだ、あ、そういうことかもしれないね、でもこれでバランスを取ります、うん、うん、うん、右の突きに行きます、うんうん、意識した方がいいかもしれない、そうですね、ザワンが座った後に突く意識を強く持った方がいいかもしれない、そしたらこう打った後に筋肉が強く出て、ここの残りはここですよね、うん、くって押す意識をちょっとちゃんと持った方がいいかもしれない、うん、うん、そうそう、こっちは多分意識しなくても、うん、結構可動域が広いから押せちゃうのかもしれない、そうですね、そうですね、不思議です ね、その違いはすごく感じた、うん、はい、ほんのちょっとなんだけどね、いや、でも押しにくい、ああ、そうなんだ、本当ですね、おー、うん、面白い、面白いね、体験ってすごい自分の体を意識しますね、うん、うん、多分あんまり気がつかない人は気がつかないかもしれないけど、なんとなく微妙なところで。微妙なところで。方がいいです、うん、自分も気づかなかったりする。まあ、微妙なところで。そうですね。うん。グッと押す。はい。でもなんか、クワの緩みはだいぶ自然。うん。自然に下に降りれるよ、ね、うん、この肘を落として、半歩寄せた後に、ここのあと小指から遠くへっていつも先生言ってて、ここはウエストが持って、このあと肘を垂らしてるから手のひらが普通に上を向いて円を描くって、うん、もう自然でいいってことですよね、うん、小指から行くときは小指が下にありますけど、うん、このままこう自然に行っていいってことですよね、うん、特に意識しないでどこでこうとかではなくて、うんうん、大きい円を描くようにこう動けば、うん、大丈夫、うん、で多分、うん、もっと回数重ねていくほどにクワの緩みがもうちょっと自然な感じで出てきて、うん、見た感じに安定感が生まれてくるんだと思うんだけど、うん、まだなんとなく、うん、下半身の安定感が、あ、でも自分も思います、うん、何か感じられないんだけど、でもそれって年月かもね、そういうところはまだあるかな、うん、そんな感じはします、でもそこはもうだんだん回数と年月かなと思ったりする、そうですね、なんか多分自分の歩幅をまだ探ってるところがあると思う、これくらいに行こうかな、どこかなっていう、ちょっとこっちにしようかなとか、うん、それがだんだんこう落ち着いてくるときっとなんか、うんうん、安心して緩めるみたいになってくるか、うん、そうかもしれないね、まあ、まあ、ずっと模索なのかもしれないですけど、うん、そんな感じでいい感じだと思います、でもその半歩寄せるときの感じとかとても良くなったと思う、うん、ありがとうございます、うん、理解して動いてるっていう感じがしてきた、うん、結構理屈ありますよね、うん、そうですよね、それがなんか頭と体がつながってきたっていうか、うんうん、そういうことだと思う、わかります、っていうことなんだと思う、はい、とりあえずは目線なのを倒して、うん、そうですね、
死にました。いや、自分がどのぐらいの視野かなと思ったり、後ろに重心を下げるとこもう一回見てみようかな。重心を下げるところ。この後ですよ。払った後。払って前をついてった後。この後ですよね。うん。うん。あ、これでそのだから後ろにさあ、ウィルクセラの感じ、こうなって下がる時も股関節が緩めるといいんだね。今出ていく時は緩んでたけど、帰る時に緩む。これは緩んだよ。払ってついた後に、ここか。結構がっつり後ろの手で入れてますよね。うん、まだ、でもまだ、これが起こる。うん、見ちゃうね。うん、そうですね。ちょっと、まあまあ。開けるんだけど、この後に、こっちに行って、後ろの股関節が緩むのか。うんうん。そうそうそう。後ろの、膝と。後ろが緩まないと緩みきれないかもしれない。ここがさ、こういう風に、そうですね、後ろですね、完全に。この後ですよね。うん。来て、座って、座った後に、つま先、かかと、一個ずつ、ここか。この時に、あ、すごい緩むと、でもつま先が普通に行くから、逆に緩まないとダメなのかもしれない。引く時に、引く時に、これくらい、うん、あ、緩んだ後は横移動で昼沈んでるけど、この時ちょこっと伸び上がるかな、きっと。あ、なんか面白いな、太極拳で。そしてまたここで緩み緩み緩み、その後この後また緩むと、すごい緩むと極端になりますけど、すごい浮きますね、つ、う、ま、ん、先が、うんうん、それはまだこう緩み切れてない、緩み切れないと硬くに、硬い動きに感じるよね。それが後ろの膝から緩んでいくといいんじゃない。膝から股関節じゃなくて膝からよる、面白い、膝から、うん、そうそうそう、おー、あー、それでいい。そうすると股関節も緩むから、持ったら上がる、目線はあまし見ない、足上げて緩んで、骨盤を、膝緩めて、ああ、そう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 、それでいい。膝が緩むと勝手に後ろに下がるな。あ、そうそうそうだそうだ、それでいい。うわ、私頭悪い発言してます？ん？あ、そう、鎌内さんが、うん、でも確かに前に行くときも膝が緩む、うん、うん、そうそうそう。だから先にちょっと膝から緩んで後ろに下がれば。股関節って意識で、うん、膝って意識した方が自然に股関節が緩むか、うんうんうん。そうそう、そんな感じで重心移動するといいんじゃん。あの、行く時も緩んで、後ろも緩んでっていう風になればいいんだけど、さっきまでは行く時緩んだのに、帰る時緩まず、行く時また緩んでみたいな感じだったんだけど、うん、両方緩むと
重心の移動の時に股関節が緩めば、だけど股関節を緩ませるってすごく難しいから意識としては、だから膝を緩めたら、うん、そうですね、ここも緩むから。本当ですね。面白いですね。人間の体。うん。つながってるから。本当ですね。うん、ただよく言うのは膝を曲げるんじゃなくて緩めるっていうね。表現の違いなんだけど、それずいぶん違う。ちょっとわかります、うんうん。最初に言われたら意味がわからない、うんうん、そうそうそう。それでいい感じがします。本当ですね。うん。本当ですね。面白い。上虚下実って言うけど、実、うん、の中にも、虚下的な中実はあるけど、うん、そうですね。緩んでるんですね。うん、いい感じでした。はい、ありがとうございます。はい、ローデンは寝てる。あ、すごい、この子は。じゃあ今日は。はい、ありがとうございました。すごいね、あんたは。全員学習だったね。